こんにちは、ちえです。今回は前回の続きで韓国での植毛についての軽いまとめと、韓国というか海外で受けるべきではないと私が思う手術と、韓国で美容医療を受ける際の基本情報をお話しします。まずまとめなんですけど、私は2年4ヶ月前に生え際のところの形がすごく深い M 字になっているっていうのが気になって韓国で植毛を受けました。韓国での植毛は日本に比べて安価なのに、技術面でもすごく安心ができて結果的にも満足しています。通院も2日のみですごく楽でした。本数は2100本でしたが、後頭部の最初側は全く目立たなくて、植毛側も特に女性であれば髪型次第で手術直後から全くわからないんじゃないかなという状態でした。2年以上経った現在に至るまで不具合などは全くなくて、強いて言えば上丈がちょっと癖っ気っぽくなったかなっていうぐらいで、あの顔の面積が広いよりかは私的には全然マシです。ただ術後1年半の時点の動画で詳しくお話ししたんですけど、顔の面積が変わることによって顔のパーツの配置の比率が変わるので、配置が気になるっていう人はちょっと注意が必要かなと思います。クリニックについては前回の動画をご確認ください。次に海外で受けるべきではないと私が思う手術について、これ以前友達から聞かれたことがあるのでお話ししとこうと思いました。韓国って美容医療に関して安くてうまいっていうイメージがあって、そこは否定しないんですけど、もしドクターの技術が完璧であったとしても、歯のインプラントを韓国で受けるのは絶対にやめた方がいいと思います。理由は2つあって、1つ目が感染のリスクです。技術的な問題ではなくて、例えば日本でインプラントをするってなった場合は、基本的にはプラークコントロールを継続した上での手術になるんですけれども、海外に行って検査をして即手術っていう感じだと、その前後治療終了後も含めて清潔に保たれているかとか、感染していないかっていうことについてクリニックが関与できないんですよね。もちろんどの手術でも感染のリスクっていうのはあると思うんですけど、そもそも口の中っていうのは体の中で唯一上皮が途切れていて、なおかつ湿潤で細菌の栄養源が常に存在しているっていう感染リスクがすごい高い環境なんですね。だから普通の歯でも毎日磨かないといけないわけなんですけど、海外のクリニックだと感染リスクを減らすために継続的に介入したりとか、早い段階で異変に気づくっていうことができないので、気づいた時には骨吸収が進んで手遅れなんていうことも早期に起こりうると思います。感染リスクの度合いで言うと、個人的には骨切りとかシリコンみたいな異物を入れる系よりも高いんじゃないかなと思います。まあ、逆に私が受けた非切開の植毛なんかは、そういった意味ではリスクがかなり低い部類の施術だと思います。で、2つ目の理由はインプラントのメーカーについてです。インプラントって構造的にインプラント体、アバットメント、上部構造っていう3つのパーツでできているんですけど、それをつなぐネジとか印象用のパーツっていうのがメーカーごとに異なるので、インプラント自体にもし問題がなかったとしても、例えばインプラントの被せ物が取れたとか、欠けたとか、ネジが緩んで片付いてきたとか、そういうトラブルに対応してくれる歯科医院を探すのがすっごく大変になってしまいます。まあ主にこの2つの理由で、うまい下手に関係なく海外で歯のインプラントをするのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。昔友達に韓国でインプラントしようと思うんだけどどうかなって聞かれたことがあって、今の説明をしたような気がするので、もし偶然この動画を見てくれてる方で安いからっていうので考えてる人がいたら、絶対にやめた方がいいです。ではここからは韓国で美容医療を受けるときに必要だろうなと思われる基本的な情報をお話しします。もうすでに韓国によく行く人なんかは知っていることばっかりだと思うんですけれども、私も一番最初に一人で韓国に行って施術を受けるっていうのを考えたときに、本当に何にも知識がなくて基本的なこともわからなかったので、私自身が最初そういえば不安だったなっていうようなことを思い出してお話ししていきたいと思います。まず韓国の通貨はウォンで、大まかな金銭感覚で言うと100円が1000ウォン、
なので手術の費用を聞いたりとかお店とかで値段を見た時なんかは0を1個取って考えればいいので楽ちんです。例えば私の植毛の費用が500万ウォンですって言われたら、あ、50万円ぐらいなんだなって思えば大丈夫です。とはいえ基本的にはクレジットカード払いが可能なのでそんなに現金は必要ないんじゃないかなと思います。で、言葉については私はカムサハムニダしかわからないんですけど、本当になんとかなります。ホテルの人とかは英語が通じるんですけど、まあそもそも私英語もあんまりよくわかんないので、それでも Google 翻訳があれば大丈夫です。ちなみに私は知らなかったんですけど、漢字は全然通じないっぽいです。気温は特に冬、12月末ぐらいに行った時なんかは日本より寒く感じたんですけど、2月に行った時なんかは結構ポカポカでダウンだと暑いなっていうような時もあったので、想像しているよりかは寒くないんじゃないかなっていうのが私の印象です。次は宿泊についてなんですけど、美容医療目的で行くのであればクリニックへのアクセスがいいところをおすすめします。植毛の時に私が泊まったのはドーミーインカンナムっていうホテルなんですけど、審査にも同じ系列のホテルがあります。多分ね、日系のホテルなので日本語が通じるっていう安心感がすごく良かったですね。部屋は普通のビジネスホテルっていう感じで、一番いい部屋にしたとしてもそんなに広くはないんですけど、食毛で利用するホテルとしてはすごく快適でした。電子レンジとか洗濯機とか大浴場とかもあるし、あと嬉しかったのが夜中に無料でラーメンが食べれるっていうのもありましたね。結構ね、クリニックとかが多いエリアの新ノンヒョン駅からすごく近くておすすめです。他にはフォーシーズンズとかヒルトンとか、あと民泊みたいなところにも泊まったことあるんですけど、美容医療目的であればドーミーインが一番適しているんじゃないかなって思いました。それから移動についてなんですけど、韓国はタクシー代も安いので私は結構タクシーで移動しました。運転手さんによっては英語も全く通じなかったりするので、韓国語表記の施設名とか住所を見せるっていうのが確実だと思います。ホテルの住所なんかは毎回見せるので、スマホにメモしといてそれを見せるっていう感じにしていたらすごく便利でした。地下鉄に乗る場合はなんかスイカみたいなカードがあるのでそれを使うと便利ですし、本数も多いし乗り換えもそんなに難しくないので、韓国語もわかんないし右も左もわからないっていう状況でも韓国地下鉄乗り換え案内みたいな感じのアプリがあるんですけど、それを入れておけばまあ確実かなっていう感じで、本当に地下鉄も結構ハードルが低いです。まあ、ただ 1,2 駅ぐらいだったらそんなに遠くないので、全然観光がてら歩きながら移動っていうのでも結構楽しめると思います。あと食事なんですけど、一人で行って食毛だけして帰りますっていう場合は、まあ、コンビニとかあとキンパ屋さんとかそういうところで買うと手軽でいいんじゃないかなと思うんですけど、カンナム周辺って結構美味しそうなご飯屋さんがたくさんあるので、そういったところに入ってみてもいいんじゃないかなと思います。結構ね、日本語メニューを用意してる飲食店も多かったような印象です。まあ他の外国に比べて適当に買っても食事は美味しいのでそんなに心配しなくて大丈夫です。それからもし時間に余裕があれば、韓国には美容クリニックがすごくたくさんあるので、肌管理とかアートメイクとかを受けてみるのも結構おすすめです。私も韓国に滞在している間に思い立って急遽ネットで検索して予約して肌管理受けました。あとね、この時一緒に行ってた家族は韓国で美容院に行ってパーマ当ててもらってましたね。なんか予診盛りみたいな感じになっててすごい可愛かったです。もし次にまた韓国に行く機会があったら、私はねネイルサロンに行ってみたいなと思ってます。なんか韓国のネイルってすっごい可愛いんですよ。キラッキラなのに全然下品ではなくて、なんだろう、日本であんなにパーツつけたらちょっとダサい感じに逆になっちゃうんじゃないかなっていうのがすっごい可愛くて、なんでなのかわからないんですけど、なんか韓国のネイルすごい可愛いなと思うので、あの美容クリニック、アートメイク、美容院とかもいいですけど、ネイルもそういう選択肢の中に入るんじゃないかなと思います。で、まだ時間的に余裕があるっていうことであれば、私が絶対に行くのはドラッグストアですね。オリーブヤングとかに行ってコスメとか基礎化粧品を買ったりとか、あとカンヒシジャンっていうお洋服の卸売りみたいなのがひしめいているビルみたいなのがあるんですけど、その一番上の階が毛皮とかレザーとかそういうものの専用のフロアになってて、そこで結構安く毛皮とか
レザーとかそういうものが買えたりするので、私は韓国に行ったら絶対そこには立ち寄ります。あ、買ったのあるかな。なんかね、こんな感じのレザージャケット、ちょっとこれ値段忘れちゃったけど、多分日本円で1万5000円ぐらいだったかな。とかこれね、すごいお気に入りなんですけど、これ私帽子あんま似合わないんですけど、これならかぶれる、すごい可愛いピンクの帽子とか、はい、こんな感じでここが開いてるスタイルのミンクの手袋とかを買いました。カンヒシジャンは毎回行ってもすごい楽しいのでおすすめです。まあ、あとは免税店に行ったりとか、あとね、私動物カフェ行きました。いろんななんかちょっと珍しい小動物みたいなのと戯れられるところっていうのも結構あったりするので、全然時間が余っても楽しく過ごすことができます。という感じで、まあ旅行ついでに私は植毛に行った感じだったんですけど、ダウンタイムが長い手術を受けるような人でも待ち時間に楽しめることはたくさんあると思います。結構ね、街を歩いてると顔に包帯を巻いて歩いてる人とかもちょこちょこ見かけて、日本だとギョッとしそうな光景なんですけど、なぜかカンナムの街には馴染んでいたので全然気にしなくて良さそうな雰囲気でした。私が韓国に行ったのはコロナウイルスの流行直前だったんですけど、もう少ししたらね、気軽に海外に行けるような日常が戻ってくるんじゃないかなっていうような雰囲気になってきていると思うので、もし気になる人は今のうちにリサーチしたり予定を立てるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、私一個植毛について後悔してることがあって、なんかね、私頭皮のね、この辺かな、ここだ、ここにね、傷跡があるんですよね。これ子供の時に木から落ちてできたハゲなんですけど、ここもね、植毛してもらえばよかったなって植毛が終わってから思いました。で、植毛に関して言えば、正直日本よりも韓国とか中国とか、あとトルコとかですかね、の方が技術的に全然進んでると思います。ただ最近流行ってるので、これから日本でもね、上手なクリニックが増えてくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ日本でそういうクリニックが増えるのが先か、海外に気軽に行けるようになるのが先かっていうと、多分海外に気軽に行けるようになるのの方が先なんじゃないかなっていう気はします。以前コラボしていただいたハゲリーマンチャンネルさんでは、トルコでの植毛なんかも詳しくご紹介されてるので、よかったらそちらも確認してみてください。今後もしまた韓国に行って何か施術を受けるっていうことがあれば、 YouTube でご紹介させていただこうかと思うんですけど、今回のヘアラインの植毛はよっぽどのことがなければ、まあ例えば植えた毛が全部抜けたとかね、そういったことがなければ、これで最後にしようと思います。引き続き質問を受け付けますので、これまで話していないことの中で何かわからないことがある方は、お気軽にインスタやツイッターの DM でご連絡ください。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。